ヤン・ソーデック・ヤン・ソーデックは、チェコの写真家。プラハ出身。ソーデックの父親グスタフは、ユダヤ人だったため、家族は、ドイツ人によって、迫害を受けた。第二次世界大戦中は、家族の多くが、テレージエンシュタット強制収容所で殺された。ソーデックは、兄弟のカレルと、ポーランド国境に近い子供のための収容所に入れられた。兄弟は、戦争を生き延び、ソーデックは1950年から印刷屋として働き出した。兵役後の1963年、ソーデックはエドワード・スタイケンのファミリー・オブ・マンテンに触発されて芸術写真家になることを決意した。1969年にアメリカ合衆国に旅した時、キュレーターのヒュー・エドワーズの励ましを受けた。プラハに戻ったソーデックのテーマは、個人のエロスの自由に向かい、堕落と純潔のさりげない政治的象徴を使うようになったので、秘密警察の監視を逃れるため、地下室でこっそり仕事をせざるを得なくなった。1970年代後半から、ソーデックは次第に西側に、チェコの代表的な写真家として知られるようになり、チェコ国内の写真家の間でも支持者を増やした。1983年、ソーデックの最初の写真集が英語圏諸国で出版された。1984年、共産党政府がソーデックの工場労働を免除し、芸術家としての労働許可証を与えた。1987年、警察がネガを没収するが、後に返還された。ソーデックは現在もプラハで暮らし、作品を撮り続けている。兄弟のカレル・ソーデックは、チェコの有名なグラフィックノベル作家である。ソーデックの作品で、特に有名なものは、19世紀中頃の、ポルノグラフィック写真家たちの活人が、画家、バルチュスの絵、ベルナール・フォコンの写真を思わせる、むき出しの石膏壁あるいは、背景膜で作られた絵画的な無限世界の中にいる、裸もしくは、半裸の人物の着色肖像写真である。初期の作品は、子供時代を喚起するものだったが、後には子供から大人に移った。宗教的なモチーフや男女間の不明瞭さもまた、ソーデックが繰り返し提示するテーマだった。1990年代には、ソーデックの写真は、西側諸国の検閲の対象となっていた。ヤン・ソーデックの写真は、西側のポピュラーカルチャーでも使われ、例として、ザ・ビューティフル・サウスの、Welcome to the Beautiful South, ソウルアサイラムのグレーブダンサーズユニオン、ダニエル・ラノアの For the Beauty of Winona といったアルバムのジャケットが挙げられる。ありがとうございます。